おい、お前どうせ力が有り余ってるんだろう。たまにはこっちのことを手伝ったらどうなんだ。我らが第七宇宙のピンチなんだぞ。どうしても相手に宇宙を抑えてもらわないぞ。こうなったら力ずくでもお前を大会に連れていく。あらあら、チルス様したら効率的に追い返そうだな。よろしく。今のビルス様はまともに愛をしない方がいいかもしれませんね。まあ、もしもあなたが勝てたら完全に諦めてくれそうですけどね。くそ、おとなしく捕まれ。まったく、どうして私がこんな打ち銭にもならないことをしなきゃいけないのか。お前が来ないといつまでも仕事に戻れない。恨みはないが、おとなしくしてもらう。おかしくなるってリブスが言った。冗談じゃないよ、こんなの。これはまずいね。もう少し鍛えておかないと。動きについてこられるのは無理。なかなかやるな。高い人に目をつけておけないことはある。お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。本気でいっぱい遊べる。お菓子食べたかった。おめえには悪いけど、リクス様ってば一度言い出したら聞かないから。一人でも十分だが、使えるやつが大いに越したことはないからな。どうなってやがる。何やら楽しそうなことをしている。私も混ぜてもらいますよ。おいフリーザー、体動かすのはいいけど、あらじゃねえぞ。もしふざけた行動をしやがったら、この俺様が今すぐ地獄に送り返して。わっ、残った。おいおいベジータ、おらねえだろ。貴様、この俺を舐めやがって。やっぱおめえすげえな。おめえが簡単に出てくれりゃ俺たちも安心なのによ。私が 200% 勝利できるんですがね。事情はよくわかるんだ。シルスの立場をお願いですので、大臣宇宙の立場からすれば、私が力を貸す理由はないはず。おちゃん、うるさいぞ。黙って戦え。こっちも。これぐらいでいい気になるとは浅はかな。こんなところでやられるわけにはいかない。なんということだ。こうなったら本気でやってやる。後で後悔しても知らないからな。大したもんだ。このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の法、宇宙の力なり。よっしゃ。我が姿は変異、我が姿は世界。うるさい。
ああ、いかん。どうしてお前がここに存在している？一体何しに？私が出ることになるなんて、まだまだあなたも未熟ですね。いや、ウィス、久々に手合わせしてくれないかな。面倒です。我は不死身だ。この光の前に振り向く多少はできるようだな。我が王になる力。いやはや、これは驚いた。思わず転んでしまいましたよ。このような結末ありえん。やるじゃねえか。ここまで追い詰める奴がいたとは。結果になりそうだ。こんなはずじゃ、もっとたくさんの強力なエネルギーを集めなきゃ。頼まないよ。これで第七宇宙が負けでもしたら一生恨んでやる。化けてどこまでも出てやるんだからな。
負けてしまった場合は何もかも完全に消滅するので化けて出る魂も残りませんよ。うるさい。うらー